女子美術大学の洋画専攻2年の海野かりんです。高校の時に会津学校高校で黒板アート甲子園に出場して黒板アートを制作していたメンバーでして、再び夏休みを利用してみんなで集まって芸術村で黒板アートの作品制作をしています。まず指示体が黒板で大きいので、その書いていて没入感がすごいっていうのと、あとはここに水色を、例えば水色を入れたいとか赤色をほんの少し入れたいとかって思った時に、もう絵の具を混ぜたりする手間がなくて、そのまま直接感じたままに色を置けるところがすごく直感的で楽しいなって思っています。場合によってはそういうところ、そういうケースもあるみたいなんですけど、私たちの場合はいつも消していて、消すのが何かこう楽しいというか、いざこれから消すぞってなるともったいないなと思うんですけど、書いているときはもうあんまり頭にはなくて、もうそういうものだと受け入れている感じがあります。今回は芸術村のここの校舎を画面の中に入れて、校舎の中に福島県の県庁である木豚とか、福島の伝統工芸品であるだるまとか、福島を由来としたモチーフと、あとは有名な絵画作品などのアートを由来にしたモチーフを掛け合わせてというコンセプトで作りました。結構黒板アートは離れて見た時の印象と近づいて見た時の印象では意外と違くて、離れて見るとあまり気にならないのと思うんですが、近くで見ると線の粗さだったりとか、なんか意外な色が使われていたりだとかあるので、ぜひその遠くで離れてみるのと近づいてみるのっていうのを両方やってみていただけると楽しいかなと思います。今月の日曜アトリエ、10月13日は黒板アートを消してみよう。黒板アート部メンバーの海野さんが来て一緒に消したり新しく描いたりします。どうぞお楽しみに。